島関谷は、元参院放送、ラジオ関東のアナウンサー、鳥取県出身。幼い頃は、雑誌、野球少年に、市場放送を連載していた、志村清順のファンであった。高校卒業後、大学を3ヶ月で中退、参院放送に入社。1958年12月、ラジオ関東開局のため遺跡。ラジオ関東遺跡後は、 数多くの DJ 番組の企画制作出演をこなす。1960年6月15日、全学連主流派の学生を中心とする安保条約反対のデモ隊が国会に突入、警官隊と衝突する安保騒動が発生し、ラジオ、関東のみが報道機関で唯一実況生中継を刊行した。島はこの衝突の最中、機動隊員に 警棒で殴られ、その模様を、ただいま実況放送中でありますが、警官隊が私の顔を殴りました。暴力です。憎しみがあるのみ、これが今の日本の現状ですと、血まみれになりながらリポートし続けた。混乱の中で、神場道子が撲殺された現場から、数十メートルの至近距離であった。その後は、プロ野球やラグビー中継でも活躍し、定年後も食卓として、 実況現場で活躍した、同局における島の巨人戦実況の比重は重いものであった。また、番組以外では、文才を買われて、週刊ベースボールや東京スポーツなどにコラムを連載していたこともあり、球界の裏話をまとめたエッセイ集を出版したこともある。2004年7月5日、脳幹部出血のために、神奈川県横浜市神奈川区の病院にて死去。 68歳没、ありがとうございます。